ハロー、アサギーニョです。ねえ、親知らずちょっと引いてきたんじゃない？まだちょっとね、ここがアンパンマンですけど、戻ってきた！ただいまみんな！親知らずやったから全然動画撮らへんかってんけど、2週間前ぐらいにフライングタイガーでさ、雑貨をさ、いっぱい買ったわけ。だから今回みんなと一緒にチェックしていこうって思っている。私も何買ったかもう忘れてもうた。だから楽しみ、みんなと同じ気持ちでちょっとチェックしていきたいと思います。まだここ触っても感覚ないねん。悲しい。歯もなんか浮いてる感じがするねん。でもさ、春ってさ、雑貨が欲しくならない？新生活とかさ、新しい生活が始まるわけじゃん。そんな時欲しくならない？私はなるけどね。キュン。さあさあさあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。さあ、そこの奥さん、そこのお姉さん、坊や。小僧。小僧。みんな、寄ってらっしゃい。では、開けていきますよ。何買ったっけな、マジで。でもめちゃくちゃテンション上がっていっぱい買った記憶はあるんやな。なんかプレゼントあげるときみたい。かわいい。待って、めっちゃかわいい。まず、1個目いきます。こちらです。じゃじゃーん。これは、おお。これは何かと言いますと、キッチンクロス。キッチンクロスっていうのは布巾みたいな感じのやつ。これ柄がめっちゃ可愛くて、もう開いてるやんって思った。あなた、その通り。これめっちゃ可愛くて、最近なお家でみんなでパーティーした時に1枚もうちょっと使っちゃってんけど、あのな、フライングタイガーにこういうキッチンクロスとかいっぱいあんねんけど、この柄見て、可愛いじゃん。みかんなの？お花なの？っていうキッチンクロスです。このキッチンクロス、実はうちの家にも他にもあって、ちょっと見て。じゃじゃーん。ここにこのね、ハートのキッチンクロスが入ってて、あ、これはペーパーナプキンやねんけど、こういう感じで大活躍中。引き続きまして、次の商品です。キュン。じゃーん。これはスポンジです。お風呂のスポンジで、体洗うやつではないかもね。バススポンジです。虹色の。これお風呂に飾ったら可愛いなと思って、ちょっと飾ってくる。これをここにかけます。かわいいじゃん。なんか一気にお風呂がポップになった。よろしくね。わーい。お風呂がすごく可愛くなりました。では次、3つ目、こちらです。キッチンつながりで、こちら。これもちょっともうな、1枚使っちゃったんやけど、この間パーティーした時に。キッチンナフキンですね。お友達とかがお家に来た時に、テーブルにこうやってお皿の上とかにもお菓子並べる時とか、こうやって引いたら一気に可愛く食卓が映えます。そう、これも私何種類も持っとって、ほら、さっきのこの柄もめちゃくちゃ気に入っとって、可愛いやん。前買ったんやけど、でもこれもったいなくて使えなくて。だからちょっとケチってたらあかんなと思って新しいの買った。可愛いやもん。だってこれもう売ってないね。もう、じゃあ次。キュン。あ、次も、あ、え、どうした？え、私幽霊になっちゃった？あ、戻ってきた。次もじゃあパーティーグッズっていうのでいきます。こちらです。じゃーん。これはコップです。コップっていうか、なんというか、パップクルス、あれ、ペーパーカップです。これもパーティー用に買ったんやけど、パーティーの予定がない。なかなかねえ、お花見とかさ、今年こそやりたいと思ってたけど、コロちゃんの影響でちょっとね、そういうムードでもないから。でもこれさ、すごくて、ここに切れ込みが入ってるのよ。だからこれ、私の大好きなストローが刺せる。折れてる。バキュン。ねえ、ほら見て、こうやってやって、かわいい。これブルーも一緒にさ、こうやって置いてさ、たくさんの人数でさ、パーティーしたら、かわいい。フライングパーティーちょっと やりたいな。今度フライングタイガーのものばっかりでパーティーするの。ぜひお誕生日の人とか来てください。パーティーしましょう。キュン。それでは次です。あ、これはなんだ。手提げバッグでした。今は春やから、春シーズンのこの柄なんかなと思うんだけど、お揃いの柄の手提げバッグ。こういう手提げバッグは本当に便利。このぐらいのサイズでカバンに入らへん時とかさ、あるやんか。そういう時にサブのカバンとして大活躍します。で、手提げカバンはここの手提げの部分の大きい穴だと肩が入りやすいから、私は大好き手提げバッグでした。それではお次の商品でございます。バキュン。次は、ねえ、これもさ、ピクニックグッズなんやけどさ、もうコロちゃんね、
コロね、本当にコロさえなければ今もう桜咲いてる時期やん。もう大宴会してたの。これめちゃくちゃ可愛い。こういう感じでさ、ピクニックのレジャーシートみたいな。でもまあこれ布やからレジャーシートではないねんけど、かわいい。ギンガムチェックでさ、こうやってさ、ちょっとなんか新しい匂いっていつだってきついよね。そうや、だからこれでお家でやればいいんやん。わあ、これすごい、結構広くて4人とかは寝れるかも。今はなかなかイベントごととかはコロちゃんの影響でできないので、こういう風にお家でね。こんなに可愛いお家ピクニック、こんな風に可愛い、めっちゃ可愛い。ほんでナプキンも並べて、可愛いじゃん。ピクニックの準備は OK。 いつでも皆さん遊びに来てください。じゃあ次の商品です。パキュン。こちら、これも完全にピクニックグッズみたいな感じやけど、これはこの前たこ焼きパーティーするときにたこ焼きのお皿が必要やなと思ってこういうの買っただけ。いや、次。次はもうなんかだんだんこんな感じで割れ物。全く何買ったか覚えてない。なんやろ。え、この時点でもうちまだ思い出されへんもん。何これ。え、え、でも私こんなただのこうコップ、これ記憶がどこに。私の記憶返してよ。誰かに記憶を奪われた。ん、なんやろこれ。次行きましょう。バキュン。次はこちら、私の顔ぐらいある。なんやろ。うわ、花瓶やった。うわぁ、そうでした。これがめっちゃ可愛くて買ったんですけども、見てください。じゃん。かわいい、うさぎの花瓶です。私今お家に花瓶何個かあるんやけど、動物花瓶がいくつかあって、ちょっとお友達が増えたので紹介させてくださいね。ちょっとお待ちください。春は出会いと別れの春。出会いに乾杯。バキュン。あ、口ちょっとだけ開いてんのがまたかわいい。うさちゃん、新しいお友達はこちらにおります。じゃーん。コアラちゃんです。どうも、はじめまして。コアラちゃん、なんかわけわからん箸置きを。どうぞよろしく。春ですね、出会いの春。次はこちらです。またもコアラちゃんです。こちらコアラのお母さんの方です。お母さん、こんにちは。仲良くしてあげてくださいね。もう一個ボスがおります。ボスだからちょっと気をつけてね。私の家のドンですから。こちらです。じゃーん、牛さんです。どうぞ。こんにちは。震えちゃってる。ちょっと緊張して。あるよね。うさちゃん大丈夫。ボスはすごく温厚な性格だから。ちっ、可愛くない？この牛さんもドライフラワー植えてんの。可愛い。仲間がたくさんできました。よろしく。バキュン。後でこのうさちゃんにお花を飾りたいと思います。はい、次の商品です。次は2つあるな。じゃあこっちから。プライムタイガー可愛すぎていつも爆買いしちゃう。あ、わかった。待って、思い出した。このさっきのこれにかぶせるこれや。じゃーん、うさぎの入れ物でした。はぁ、あ、よかった。なんでこれ買ったんやろうとか思って怖かったけど、ここに飾ることにしました。では次は最後の商品です。バキュン。最後はこちらです。このさ、包み紙もさ、かわいいねんな。なんでウサギが多いかっていうと、今イースターの時期なんやって。だからウサギがモチーフになってるんやって。なに、じゃーん、ろうそくでした。かわいいろうそくを買いました。でもどこに置こうかな。あ、いいかと思ってた。よくない、見て、かわいい。こういう感じでピンクと水色がなんか色が可愛くない。はい、というわけで最後にうさぎちゃんがどんな花を頭に飾っているのかご覧ください。こちらです。ミモザを飾りました。うさぎちゃんの頭大爆発といった感じで、すごく可愛くなりました。バキュン。というわけでたくさん春の雑貨いっぱい買えてとっても可愛かったね。それでは皆さん、今年の春もあげあげ楽しんでいきましょう。それではちょっとでも可愛かったよって人はグッドボタン、そしてコメントも待ってます。じゃあ次の動画も見てね。バキュン。みんなが満開にしてくれてます、コメント欄。お花見してるみんなで。
ばすぎない。早いね。